ホモサピエンスの皆さんトレーニングお疲れ様ですバズーヨン、ねえー、フィットネスジムの価格競争問題と、えー、トレーニング中の怪我の話をしたいと思います。まあ、そんなニュース記事があったのでそれを解説していきます。でまずねニーヨンフィットネスジムこの低価格化っていうのはある一面で素晴らしいんですよ。 日本人がどこでも筋トレできるぞとあんまりお金をかけずに筋トレできるぞということが整ってきた筋肉のインフラが日本にできたわけです、まあ、これは何を意味するかというと、えー、医療費介護費の抑制になるということなんですね、まあ、この医療費介護費を、まあ、現役の世代がたくさん負担していて えー、子育て世代が大変だというのをよく見ますよね。まあそういったことの、えー、解決の一つになるわけですよ。これがね、えー、日本をね、強くするために、えー、豊かにするためにはとても、えー、大事なことだと私は思ってます。でもそれによって起こる問題があるので、今日はそれを解説していきたいと思います。まずこの記事を読みますね。えー、乱立価格競争激化でトータが進むフィットネスクラブ。トレーナーの知識不足で全治一ヶ月の事故もと。 ということで、このニュース、フライデーデジタルさんのニュース、チャンネル概要欄に貼っておきますので、ぜひご覧ください。まあ、今までいろんなニュース私扱ってきましたけど、まあ、結構いろんなニュースが、ね、ざっくり一つで分かる記事になっています。で、まずはね、一つ目の見出し、チョコザップの登場で価格競争が激化ということで、チョコザップさん、24時間営業で月額税抜き2980円、安すぎるということでね、 この業態が出てきてから、他の24時間ジムもね、安いものがたくさん出てきましたね。まあ、さっき言ったように、これはいいことなんですよ。誰でもね、筋トレができるインフラが揃ってきたぞということで、日本も、えー、いい状況に来てるなと思う反面ですね、こうなると何が起こるかというと、やっぱり安くするっていうことは、えー、コストをカットするから安くできるわけですよ。一つはね。でもう一個は大資本だからできると。 まあこの2点から考えていくとコストトカットする一つ人件費ですよこれ人件費をカットするっていうことは人を雇わない無人化する精進化するわけですよあるいはね精進化そうなると人から安全管理してもらえないマナーの管理をしてもらえない使い方を教えてもらえないあるいはその頻度が減るっていうことなんですよ。まあ、これによってトレーニング効果が得られない怪我をするなんていうことが考えられますよね。 あるいは経験のある人だと高くなるから安い若いアルバイトの子を雇う専門知識のない子を雇うとするわけですよね。まあ、こういったデメリットが出てくるわけですよ。これがだから怪我にもつながる可能性がありますよね。次のニュースになりますけど次の話題になりますけどね。 えー、まあまあこれ資本主義なんでね資本があるところには資本が集まってくるということで避けられないのかもしれないですけどこれまでね多店舗展開をしていなかったような地域密着型のジムとかね老舗のようなジムっていうものが存続できないんですよ、まあ、そこがね多店舗展開の利益構造のいい企業に勝てなくなってきてね畳まざるを得ないそうすると何が起こるかとそういったところでええー たくさんの経験を持っているトレーナーとして優秀な人材からの知識提供技術提供を受ける機会がホモ・サピエンスは減ってしまうわけですよ。ボディービルダーから知識技術を得るる機会が減ってるんですよだからもうねすぐゴールドジム行くしかないということなんですね。まあ、ということでこのニュースは低価格の競争っていうのがサービスの、まあ、人間が行うサービスがなくなるあるいは それが質がが低下すするとといいうう可能性がありますよということで特に初心者の場合はここは大事なんですよ、えー。最初に習うことっていうのはとても大事でね変なこと習うともう直すの難しいですし効果が出ないとか痛くなってやめちゃうってことがありますよね。そうならないように最初はお金をかけてでも、えー、経験豊富なトレーナーに習うという選択をしてほしい、まあ、そのためには、ね、ゴールドジム行けという話なんですよ。まあ、ゴールドジムにはねもう 筋トレもやり込んできた、教え込んできたというね、えー、もう特殊なホモ・サピエンスばっかりですよ。まあ、私のジムでもいいですよ。もちろんマンツーマンがよければそれでもいいですけど、ゴールドジム行ったらうようよういますからね。で、1対1が気まずい場合にはそういった、えー、フィットネスクラブ行けばいいわけですよね。まあ、そういう形で自分の、えー、身は自分で守る。そして効果を最大化する取り組みを初期には特にやりましょうということですね。で、次。えー コスト高、人手不足、未熟なトレーナーによる事故もということでこれも、ね、よく私の動画で扱ってますけどパーソナルトレーニング中の事故というのが多いというのは、まあ、さっき言ったようにパーソナルトレーニングの事故が多いというのはパーソナルトレーナーであってもトレーナーの質というのはよく分からないということなんですよ。なぜか全く資格整備制度の整備がなされてないからなんですね。 はい私トレーナーですって言ったらもうその瞬間にあなたはトレーナーになれるというのが今の現状なんですよ。厚生労働省がね去年の秋に、えー、筋力トレーニング週23回やりましょうと健康のためにやりましょうということを言ったわけですからじゃあ国はどういう人から習えばいいんだということも示すとよりいいんじゃないかなって私は思います。で えー、じゃあパーソナルトレーナーは、ね、どういう人を選べばいいかという問題で、まあ、次のページを見るとね、えー、重要なトレーニング時の安全限界や有効限界の認識ということこれを持っている人に習いましょうということなんですよ、まあ、安全限界というのは分かりやすいですねこれ超えたら怪我しますよとか有効限界これ超えたらもう意味ないですやりすぎですよこれ超えなかったら効果出ませんよみたいな話ですよね。だから結局トレーニングというのは安全効果なんですよ これがじゃあこれが出せるこれを保ってる保てる人を選びましょうじゃあどうすればいいんだと中にはね前屈椅の状態で重量のあるバーベルを上げるトレーニングをしていたところおそらくデッドリフトですよ腰椎骨折などの全治1ヶ月以上を要する重症を負ったとどんだけやばいトレーニングさせてるんだという話ですよねもう相手がボディービルダーだったらいいですよホモ・サピエンスじゃなくて。 もう何が何でも勝ちにいくんだと言うんだったらもう本当に怪我のリスクを追っていく時もありますけどねでもこれ多分違いますよそのボディービルダーは多分こういう通報しないでしょだってもうそういうリスク承知でやってるんだからねでまあその話は置いといてじゃあどういうトレーナーを習えばいいかっていうとねやっぱりちゃんと勉強してることってとても大事ですよ専門的な大学、えーまあ、日体でもそうですしねあとはスポーツの専門学校なんかもそうですこういうところに行ってるかどうかそして専門的なトレーニング指導者の資格を取ってるかどうか でこれだけじゃダメですこれを使ってトレーニングを指導している経験を積み重ねているかどうかですよこれすごい大事なんですよ机上の空論では指導できない指導する中でもっとこうした方がいいなとでもその中でも怪我とか事故起こりますよその中でそうならないような方法を理解していくっていうことしないといけないどんな専門家どんな医療職でもそうやってだんだん、えー、質が上がってくるわけですよ数年生き残った このトータの波に生き残ったトレーナーナに習うきちんと勉強してきて、淘汰の波に生き残ったトレーナーに習う。これがとても大事。大会入賞経験とかは、その次でいい。大会入賞経験というのは、確かに面白い実績であると。しかしながら、他人を教えるプロでは全くない。何の賞味にもならないということです。自分の答えと他人の答え、全く違いますから、自分には効果があった。怪我をしなかったトレーニングが他人でそうかと。そんなこと全くないですよ。 とということで大会の出場経験とか入賞経験というのだけで選ぶというのはとても危ないということを理解してもらえればいいなという,ふうに思います。まあ、先ほど言ったゴールドジムさんでもね私、昔ゴールドジムアカデミーというね、えー、入学したいでしょそこで教えてたことありますけども医学教育やってましたよ、解剖学、生理学、えー、なんていうものも教えてましたしね、まあ、そういったちゃんと勉強をしてそして経験を積み重ねるという当たり前ですよね。まあ、これ 病院でもそうじゃないですか。新米の医師,医師に診てもらいたくないじゃないですか。資格持ってない医者じゃないか。資格持ってない人には見せるわけないじゃないですか。当たり前なんですよ。ということを、えー、やってもらいたいなと思いました。まあ、ということで今日はねこういうフィットネス業界、まあ、話題に言葉が書かないフィットネス業界の全体像が、ね、分かる、まあ、簡単な全体像が分かる記事があったので、えー、私の考察をしました。ということでトレーニングいってらっしゃい,ついに 理想のサプリメント抗栄ペプチドが完成しましたこのアンチドーピング認証を取るのが本当に大変で時間がかかってしまいましたその代わり筋肥大一連の流れをサポートする最強成分そして健康面安心にも配慮したものができましたもちろん私も飲んでいますもうね元のサプリメントには戻れないという感覚でいます是非皆さん体験してみてくださいそして携帯できる最強 PFC6 パックプロテインバーもご好評いただいております このバズカホエーペプチドともに筋肉のケアを万全に行えるものとなっておりますのでよろしくお願いしますさらにオンラインサロン公式 LINE そしてプロパーソナルトレーナーボディメイク検定ジム書籍など様々ありますご自身にフィットしたものを選んでトレーニング頑張ってください